5代目ミラージュ登場。これでレヴィントレのシビックと続いた天禄スポーツモデル3強が出揃ったことになる。 1.6 リッターライバル対決最終戦だ。新型ミラージュの特徴はそのバックシャンなスタイルで個性を強調。また一目見て小さくなったことがわかるそのサイズは全長を80ミリも縮小。しかしボディ剛性を大幅に向上、加えてサスペンション周りの剛性までも見直した結果、小さくなっても車重は変わっていない。シリーズトップモデルのこの ZR にはレカロシートなどが標準装備される。まずはニューカーの定番ワインディングに持ち込んでインプレッション。担当はもちろんおいちゃん、よろしく。まず第一印象としてね、音がすごいすごいですよね。迫力のある音、給排気系がなんか変わってんじゃないかっていうぐらいなんか勇ましい音しますね。であと特徴としてはね、このステアリングね、これにエアバッグが入ってる。モモのステアリングエアバッグ入りっていうのがね、なんか時代が変わってたぞっていう感じがしますね。例えばね、このアクセルオンオフでね、もうそこら辺走っててもそうなんですけども、アクセルを踏むとエンジンが揺れてから動く、オフしても揺れてからエンジンブレーキが効く。あとねステアリングもね、なんかねこの初期のフィールっていうのがね、まあ初期だけじゃないですけども全体的になんか曖昧。この車にはねこういう雰囲気チューンですね、 OZ のホイールであるとか、それからあとレカロのシート、それからサイズが小さくなったりとか、まあ、非常に、スポーツファンにとっては、待ち遠しい車だったわけですけども、まあ、ノーマルのままだとねいまいち、フィーリング的に車からの、ね、フィードバックが少なすぎるな、まあ、この車の存在意義としてはね、まあ、走りを見ても分かるように結構キビキビね、走るし音も、かっこいいし、だからここからチューニングしていくと、ベースとしては結構いいんじゃないのかな。まあ、あとサーキットでね、全開で走る、04をやる、その、ライバルとのね関係がこの車の価値を決めるんではないかと思います。ということでライバル対決一発目は04加速。さあまずは04対決です。165、170、175馬力この3台のどれが速いかご期待ください。今回のシビックは他の2台に合わせて LSD をビスカスからヘリカル式に変更。ただしディーラーですぐに取り付けてくれるということではないので念のため。さあスタート、スタートはミラージュがいいぞ。よしダッシュ OK。 おーミラージュ早いじゃん。嘘、俺シビック乗ってんだけど。うと、後半シビックが伸びる。 VTEC パワー炸裂、シビックの勝ち。スタートで僕も会心のスタートしたつもりだったんですけど、土屋さんも結構うまく出ました、ね、だから、グリップを与えながらトラクションを与えながらちゃんと路面にそのトラクションを伝えてくる。僕も無理のパワーで進める気がしたけど、忍者ハットリだからやっぱり相手が基本的にトラクション結構あるんですかね。あるですね、あるですよ。じゃあシビック逆にシビックね、スタート一発目が難しいですね、昔からやりにくいよね。ちょっとね今日も書いちゃったけど、かなり低めでスタートしたつもりなんですけど、繋がるときに、コンプ繋がるときに同時にちょっと俺の場合はね、6300の半クラ。俺もっと低いところ。俺もうちょっと上でいきます。半クラ多めに使って6300の半クラ、だからミラージュはやりやすいですよ。取るのも結構やりやすいですよ。クラッチのコントロール性も結構いいしね。なんかいまいちシャキッとしないっていうのはありますけども、そんな悪くない。ちょっと反省されてますから、今のはちょっと分かるように後半も後半伸びるね。ね、びっくりしたね。俺も負けるわこのまんまじゃと思ったら最後勝っちゃった、仙台ではぶっちぎられていたミラージュだが、エンジンのセッティング変更、そしてローギアード化などによってシビックトレノに割って入った。